高木美帆が日本勢初の総合優勝。世界選手権スピードスピードスケートの世界選手権第2日は10日、アムステルダムの屋外特設リンクで行われ、女子の後半2種目で、高木美帆、日体大助手が前日からの首位を守り抜き、166.905点で日本選手として。 初の総合優勝を果たした。イレインブスト、オランダガニーだった。高木美穂は、ニレースともブストと同走 1500m は、相手の猛追を0秒07差しで振り切り、1分58秒82の1位。11秒61のリードで迎えた最終 5000m で、ブストと、 3秒08差しの4位と踏ん張った。菊池彩香、富士急は総合7位だった。男子は1800年代から行われている伝統の大会で欧米勢以外の総合優勝が初日本は女子の橋本聖子が1990年に、男子の白羽武石が95。 97年に2位となったのが最高だった。前半に種目が行われた男子で、中村翔太、ロジネットジャパンは 500m で8位、5000m で最下位の24位となり、総合21位、パトリック・ルスとオランダがトップに立った。高木美穂の話、お祭りのようなこの大会で勝てたことは。 ずっとと記憶に残ると思うレース大会を楽しめたことだけで幸せに感じるが優勝できたので嬉しい気持ちでいっぱい。